はいどうも皆さんおはこんばんにちは。ガジェット春な館長です。よろしくお願いします。今回もですね、なんとサウンドピースさんに2つ目のご商品を提供していただきました。今回ご紹介するのはこちら、サウンドピースさんより発売されているハイレゾイヤホン B90 というものです。イエーイハイレゾ実は僕初めて。えー、しかもですね、えー、 ハイレゾ対応の機器持ってないイエーイですけどもだいぶね音質がいいという噂を聞いているので、えーまあ、ハイレゾの質感はご紹介できませんけども、えー、せめてですねこの普通の音源を流した時にの、まあ、感じなんかをね、まあ、ちょっと皆さんにねお伝えできればいいかなと。 持っておりますということでね、早速開けていきましょう。箱の外観はこんな感じ。以前ご紹介したですね、えー、まあ、同じくサウンドピーチさんの934というね、えー、いうイヤホンの商品とまあ、外観は同じような感じがします。はい、じゃあ開けていきましょう。これもですね、多分 <laughs> ちょっとちょっと開けますね。ピッ,ピッと開けて、これをここにね、スライドさせて開けるんですよ。 よいしょ <laughs> 開いたかなはい、多分開いたと思います。はいじゃあ開けていきましょう。はいこのね、ウレタンがいいよね。このウレタンがいい。<laughs> この、このウレタンがいいばっかり言いすぎだな。ちょっと。はい、開けていきましょう。はい、中身はこんな感じ。まずは、じゃあこの下のところからね、行ってみましょう。えっ、ー、と、おなじみというか、えー、前回もあったサウンドピースさんのね、特殊な袋です。 えー、この中にはですね、ちゃんとこんな感じで、えー、イヤーピースと、えー、ホルダー、なんていうんですかね、これ、まあ、あの胸、ー、元とかにねつけて、こう、ブランブランしないようなこうホルダーみたいなのがついてます。はいいいですね、まず1つ目。はいで <coughs>、説明書が入ってました。はい、インフォメーション。あちゃんとね。 えー、5言語対応しています。27から33のところに日本語があるという感じになっております。はいパッケージ内容、こんな感じですね。コードクリップか、ユーザーガイドとかが入っていて、えー、ちゃんと手元でね操作できるようになっていて、マイクで話すこともできるようになっているということです。はい、イヤホンの装着は、えー、いろいろあるということですね。はい じゃあ、えー、早速ね取り出してみましょうせのおっとおおお奥,奥に沈んだ奥に沈んだ奥に沈んじゃったいや,いや,や,だやだやだやだよし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 救出だよしいい子だはいああ質感すごいちょっとこのねじねじをねちょっと取りましょうねはいはい りましたはいこんな感じうわ質感すごいここがねあの何ていうんですかねこのケーブルの被膜がこんな感じでねちょっと映ってないよねはいこんな感じでねあの網網状布状っていうんですかあれになってますねあのコードが絡まないようになっておりますえー、両耳からはコードが絡むあの普通の材質に、ね、なっていますけどもこんな感じで えー、まあ束ねることも可能だとうわ思ってたより質感いいぞすごいすごいいいですよこれ本当に呼吸変わるなこんなね円形状になってると思ってなかったうん本当にいいですねこんなね円形状になってましたサウンドペイツで、えー、本体の感じはこんな感じはいちゃんとねサウンドペイツとあっていい感じですね うんいいです。で、特徴的なのが、ここのね、あごめんなさい、ちょっと揺らしてね、すみません。えー、ここがね、すごく、曲がってるんですよね。これは、なんかの、あれなのかな、配慮なのかな。まあ、とりあえずですね、まあ、一回ね、聞いてみないことには話にならないんで、一回聞いてね、また再レビューを行いたいと思います。じゃあ、行ってくるぞはい、えー、1時間ほど使ってみました。そうですね。 このイヤホンかなりコスパいいというかあのですねすごく音質綺麗でした低音も響くし高音も響くし何よりね中液の音が綺麗になるっていうねまあハイレゾの音源ではないにしろすごくねいい響きを醸し出してくれます結構ねこれコスパいいですよねコスパいいというか超綺麗 これ買っても全然いいっていうレベルでしたね。本当に。いやーね。なんて言うんですかね。結構ね、どの音も結構閉まってる。低音も中音も高音も。っていう感じがするんで、本当にあの聞いていて疲れないし、何より聞いていて楽しいって思わせるイヤホンでした。えー、そしてですね、次のポイント、えー、いいと思ったポイントとしてですね、えー マイクの、ね、このイヤホンのこのコントローラーがこうちゃんとね分離の、えー、分離の起点分岐点のところにねちゃんとついているということですねこれはねこれもでかいです実はまあ普通であれば、えー、LR どっちかの、まあ、コードにコードの途中についているというのが基本なんですけどもこれはですね分岐点についているので非常に邪魔にならずに、えー、なおかつ何て言うんですかね 気にもならならいいというそういったことがあるのでえ非常にこれ好印象な感じでしたまあこの曲がってるね曲がってるものに関してはあんまりねちょっとよく分かんなかったんですけどまあここのね分岐点にあるものに関してはもう非常に最高でしたまあそうしてですねこのサウンドピーツさんの B90 はですね非常にえー、買いたい一品ですねいやこれ僕自身でも自分でも1本買いたいなもう1本 買いたいたなと思えるレベルですしかもですね、今お値段、まあ、ちょっと今日現在、えー、4月の、えー、末時点での価格ですけども、2390円です。えー、入れずに対応していて、えー、なおかつ、すごく、えー、どの音質も、えー、どの音程も締まっているという点が、えー、すごく好印象です。ぜひぜひ皆さんもね、チェックしてみてはいかがでしょうか。えー、このの商品のね えー、Amazon のページ下の概要欄にリンク貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてくださいということで今回はサウンドピースさんよりご提供いただきました「えー、入れぞイヤホン B90」のご紹介でしたまた次回のパートでお会いしましょう春菜でしたバイバイ